今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズが横浜 F マリノスとの戦いに臨みます。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。いよいよ試合が始まります。浦和レッズボールのキックオフです。ボールは相手に渡ります。いいスペースにボールを出しました。仕掛けてくるのか。さあどうだ。登録心臓マルティノス、ここからどうするのか。ここで網にかかる。カウンターのチャンスが巡ってきた。ここはディフェンスの戻りが早い。カウンターを防ぎました。岩波拓也、マルコスジュニオ、横浜 F マリノスのスローインです。ボールへの寄せが非常に速い。山中亮介、サイドにはスペースが。さあどうする。クロスが入るか。ボールは蹴り出されます。ボールはヘディングでラインを割りました。関根貴弘、決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。マルコスジュニオ、木田拓也、松原健、マルコスジュニオ、いいスペースにロブを出しました。いい位置です。キーパーに近すぎました。木田拓也、チャンスにできるか。興梠慎三、興梠はしぶとい選手ですよね。あまり大きくはないんですが、前線で体を張って味方を生かせます。技術と判断力が。チャンス。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。チャンスを生かすことができるか。カウンターを諦め一旦ボールを落ち着けます。木田拓也、
横浜 F マリノスのうまいパス回し、チャンスを伺います。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。横浜 F マリノスのスローイン。マルコス・ジュニオ、どうやらサイドをつけそうです。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ファーの選手を狙ってきた。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ボールを入れました。クロスの軌道を変えてきます。この時間はブロックを作って守っています。何をしてくるのか。あの選手が止めなければ入ってましたね。マイナスのクロスを入れた。ファインセーブ。ボールはポストに当たりました。ここはタッチに逃れます。遠藤啓太、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。これはディフェンダーを越えません。クリアしました。コーナーキックです。コーナーキックが入ります。いいボールでしたがここはクリア。マルコス・ジュニオ、ここはよくスペースが見えていました。仕掛けてくるのか。ここから狙うのか。これはキーパーのスーパーセーブ。いやーよくあそこに届きましたね。ショートコーナーです。さあどうする。クロスはマイナス。ここはしっかりクリアされました。マルコス・ジュニオ、松原健、戻します。いいボールを送りたい。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。オフサイドの判定です。マルコス・ジュニオ、このパスは読んでいました。チャンスにできるか。このピンチはクリアでしのぎます。遠藤啓太、ボールは相手に渡りました。何かしてきそうですが、狙える位置です。短いパスをつなぎ様子を伺っています。何を狙うのか。
走り込んだ味方にスルーパス、クリアしてピンチをしのぎます。マルティノス、興梠慎三、ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドから中央を見る、いい位置です。惜しい場面でしたがここで奪われました。木田拓也、相手ボールになりました。ボールを運んでいます。ここからどうするのか、さあ折り返せるか、あと一歩というシーンでしたがここで潰されます。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。カウンターも狙えます。カウンターのチャンスを決めたい。クロスが入るか、クロスはニアでカットされました。これはフリーキックになりましたね。興梠慎三、レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。このコーナーは誰に、キーパーがコーナーをパンチング。関根貴弘、ボールを運んでいます。いいカットです。ボールを奪いました。丸スペースに見事なスルーパス、さあどうする。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。カウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。木田拓也、ここから狙うのか、このボールは止めただけ、クリアできるか。リードを奪えるチャンスでしたが決められませんでした。もう少し落ち着いて狙った方がいいでしょう。パスを出した先は相手の選手、チャンスにできるか。関根貴弘、ゴール前、期待も高まります。着実なビルドアップからチャンスを狙います。山中亮介、このカットは大きい、しっかりと奪いました。自在にパスを通していますね。マルコス・ジュニオ、松原健、ドリブルで進んでいます。何かしてきそうですが、仕掛けてくるのか。マルコス・ジュニオ、狙える位置です。何を狙うのか。入れば1点リード、入りました。ここで均衡が崩れます。サポーターもこの瞬間を待ち望んでいたんではないでしょうか。もう少しだけ耐えればハーフタイムというところで得点が決まりました。これは大きいですね。こうなると後半の作戦も変わってきます。選手たちがどう適応してくるか面白いですね。
柏木陽介、岩波拓也、マルティノス。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわ。横浜 F マリノスボールで後半開始です。ショートパスをつないでリードを守っています。しっかりキープします。ドリブルで敵陣へ持ち込む。このパスは読んでいました。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。マルコス・ジュニオ、ボールを回しますがなかなか崩れません。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。興梠慎三、ここはカウンターアタックを狙うか。柏木何をしてくるのか。このボールは直接相手の選手へ。このパスは読んでいました。素晴らしいスルーパス。最後は1対1になりましたがキーパーが1枚上手でしたね。いや1枚どころじゃないですね。素晴らしい反応からのスーパーセーブでした。エリア内へ向かうか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。パスをカット、いい読みでした。マルコス・ジュニオ、チーム全体が守りを固めています。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。横浜 F マリノス選手交代です。柏木陽介、さあどうだ。さあどうする。気は抜けない展開です。松原健、マルコス・ジュニオ、ここからどうするのか。ゴールチャンス、入った。これはナイスシュート。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですがしっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。ゴール左へ、パワフルなシュートでした。僕にはシュートの音も違って聞こえましたよ。別のアングルからご覧ください。柏木陽介、青木拓也、
絶妙なパス。仕掛けてくるのか。中央にクロスが入る。前方に運びました。うまく読んだインターセプト。チャンスにできるか。タッチライン際を上がれそうです。ここから狙うのか、サイドから勝負に行くか。何を狙うのか。ファーポストにクロスを入れた。このクロスはキーパーが弾き返す。遠藤慶太、パス、続けてパス。試合もボールも支配しています。ボールは相手に渡りました。タックルで流れを切りました。スローインです。浦和レッズ選手交代です。柏木陽介、ここはよくスペースが見えていました。柏木、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。キーパーが外に弾き出しました。中を狙うか。この攻撃は実を結びません。マルコス・ジュニオ、木田拓也、狙える位置です。折り返せるか。このボールは止めただけ。クリアできるか。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて囲んだ方がいいでしょう。遠藤慶太、いい位置です。クロスを上げたい。ボールを蹴り出しすぐ体勢を整えます。いいクロスが中に入った。ゴール、横浜 F ・マリノス決めました。シュートがディフェンダーに当たってゴールに入りました。ブロックに行った結果ではあるんですが、悔しいでしょうね。別の角度からご覧ください。この試合に関しては力の差が出てしまっています。柏木陽介、岩波拓也、何をしてくるのか。相手が触ったのでスローインですね。このパスは簡単にカットされました。ここはドリブルで前に出ます。柏木、クロスを味方に折り返します。マルコス・ジュニオ、ショートパスをつないでリードを守っています。意図のあるいいパスでしたね。ピッチ全体をうまく使おうとしています。柏木陽介、ゴール前、期待も高まります。ここはインターセプト、しっかり予測していました。
木田拓也。マルコス・ジュニオー、木田拓也、スペースへのボール、ここから狙うのか、決まった、横浜 F マリノスのゴールです。横浜が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。あとは焦らずじっくりと守るかもしれません。この角度からも見ましょう。一方的な試合となってしまいました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ボールを回しますがなかなか崩れません。ニアポストにクロスを入れた、キーパーの守備範囲でした。山中亮介、タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。岩波拓也、柏木陽介、サイドにスペースがあります。中の選手と呼吸が合わなかった。木田拓也、リードしながらゲームは終盤に入りました。パスを回してボールを奪わせません。松原健、木田拓也、何かしてきそうですがパスを返します。ここは枠に飛びません。しっかりキープします。これは見事なインターセプト。ここは味方を使います。ドリブルでボールを前へ、中にクロスが入った。クロスは結局チャンスになりませんでした。柏木陽介、レッツが攻めに出ます。クロスのチャンス、いいボールを入れてきましたがここはクリア。柏木陽介、青木拓也、クロスがゴール前へ続いています。シュートはディフェンスが止めました。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。木田拓也、遠藤啓太、マルコス・ジュニオ、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。いい狙いでしたがボールが強すぎました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。マルコス・ジュニオ、このパスは読んでいました。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。
試合も終わりを迎えましたが、内容も結果も大きな差がついた一戦となりました。勝っている側は手を緩めても良さそうでしたが、容赦なしでしたね。